アイドル日本をご覧の皆様、こんにちは。歌唱ロシエルです、今日はですね、沖縄の宮古島に来て DVD 撮影しております。先ほど無事に終了いたしました。いや、人生2回目の沖縄だったんですけども、今回 DVD 撮影ということで本当にいろんな場所に行って、私のそうだなおすすめのシーンはですね、舞踏家になっているシーンがあるんですけど、今も思い出すたびにちょっと笑ってしまうんですけど、ちょっと技、必殺技だったり、あとあることを特訓してたりするんですね。で、その本当になんだろうな、面白いシーンがいっぱいあるので、それをぜひみんなに見てもらいたいなって思っています。で、もう一つは、魔法使いになります。そこでもですね、いろんな魔法を使っているので、これも今でも思い出すと笑っちゃうぐらいちょっと楽しすぎた撮影だったんですけど、まあ、それぞれおすすめのシーンとかあるので、必ずみんなもこのシーン、どのチャプターにも好きなシーンもあると思うので、ぜひみんなに見てもらいたいです。ということで、もう結構早いうちに DVD3 作品目となりましたが、応援してもらえたら嬉しいです。引き続きよろしくお願いします。ありがとうございました。今回楽しかったことは、そうですね、もう全部ですね。もう沖縄来たのが人生の2回目だったんですけど、もう本当に1回目は仕事で来たので、もうなかなか観光もできず、で今回の沖縄では本当にいろんな場所に行って、いろんなコスプレをして、なんか本当に全部が楽しかったです。本当に最高でした。一番大変だったことはやっぱり海辺での撮影シーンですかね。結構こう気持ちよさそうなシーンいっぱいあるんですけど、実はすごい日差しが強いのと、まあ、風がもう強風が吹いたりして、その髪型を常に気にしながらだったりとか、特に日差しは本当に眩しくて、こう普通にしてる状態だったらいいんですけど、仰向けになったりするとまたさらに眩しかったりして、もうすごいそれはかなり大変でしたね。途中強風で砂が顔に来たりとか、結構アクシデントもあったりで、でもそれもすごい楽しかったですね。プラス一番大変でした。お休みの日はそうですね、まあ、アニメ、撮りためてるアニメ見たり、漫画見たり、ゲームしたりなんですけど、お休みの日でもゲームはお仕事なんですよ。あのスマホゲームだったりもこうお仕事でこう受けてるこうゲームだったりするんで、今同時進行しているアプリがもう何十個もあって、でずっとそのゲームやってるんで、もうほぼ休みがない感じですね。でもプラスゲーム楽しいから、まあ、楽しく仕事できてるっていうのもあり、お休みの日はないです。言われて嬉しい言葉、そうですね、こうカメラマンさんがこう撮影してるカメラマンさんがもうパシャパシャ撮って、で不意に写真撮っちゃうなとか、もう写真撮ると止まんないんだよなってふと言われたらすっごい嬉しいです。で今回何回もあったのでめちゃくちゃ嬉しかったです。よくしてしまう癖は、そうですね、結構こう仲間にいたずらをしてしまうことですかね。こう隙があるとこういたずらして、こうリアクションを見るのがすごい大好きなんで、いたずらは本当にもう無意識にしてる時がありますね。多分それが癖かなと思います。グラビアで気をつけていること、そうですね、グラビアですね、自分のキャラとかもあるので、こう生々しくすぎないこと、ね、まあ、コスプレイヤーからこう始まっているので、ちょっとあんまり、まあ、グラビアも今すごい勉強中なんですけど、
自分のキャラがこういうキャラっていうこともあって、ちょっと生々しいっていうのはすごい気をつけてます。そうですね、 YouTube 始めて本当にいろいろ反響はありまして、私普段 Twitter とか各 SNS でもこう決めた写真とかそういう静止画の写真が多かったりして、なかなか素の自分を見せないっていうことが多かったんですけど、今回その YouTube ではもう本当に素のもう格好つけてもない、こう私嘘もつけないので本当に素のロシニャンが見れる動画になってて、その嘘がつけないからこう台本とかもこういう風に今日は何かやりますっていうのも当日知らされるんですよ。で知らずにそのままやってるので、あ、ロシなんてこういう人だったんだってみんなに知ってもらえたら嬉しいので、まだ見てない方いたらぜひ見てください。今後挑戦してみたいお仕事、今まで、グラビアだったりコスプレだったり、まあ、写真のお仕事が多かったので、まあ、今回結構いろいろ YouTube だったり、まあ、動画とか配信とかもやるようになってきたので、まあ、今後はそうですね、こう動画映像メディアとかにいろいろと挑戦していきたいなと思っているので、みんな私のことを知らない人はぜひ私をよく知ってもらえたら嬉しいです。はい、いつも応援してくださってありがとうございます。いろいろといろんなことに挑戦して経験値をいっぱいつけて、徐々に皆さんのおかげでレベルアップしていっています。で今回作品を出したのも皆さんのおかげだと思っています。また今後もさまざまなことに挑戦していきたいと思うので、皆さんの応援を引き続きよろしくお願いします。ということで皆さんありがとうございました。バイバイ。